い、トトン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 、トペ、トペです。よろしくお願いします。本日も始まりました。今日もありがとう、トペです。いや、我らが日本ハムファイターズ、7カード連続初戦勝利でございます。やったー！いやー、今日もね、もう、ファイターズファンの皆さんはもう、嬉しい気持ち 100% じゃないですか。もう今日の試合。もう今日はね、昨年のチャンピオン、オリックス・バファローズと、対戦ということで、しかも、ムクノキ投手が先発で、過去に日本ハムはね、ノーヒットノーランをね、されかけたことがある。本当に日ハムは苦手なピッチャーだったんですけども、いやー、そのムクノキ選手に、初回から、よくぞ4点取ってくれました。いやー、素晴らしい。しかもね、今日はね、日本ハムの創業者の、大こそオーナーのですね、初代オーナーのね、命日ということで、試合前には黙祷のも行われたんですけども、いや、その大こそオーナーも多分ね、喜んでくれてますよ。いや、今日の試合は本当に、もう電光石火。もう一番加藤豪介やったからね、今日ね。もうそれがもう、ズバリやったから。まずね、塁に出てヒットで。で、その後、五十幡選手。ゲッツー崩れで、五十幡選手が一塁に残って、で、そっからよ、3番の万波のね、あわやホームランかというね、フェンス直撃のヒットで、一塁から五十幡帰ってくんねんから。素晴らしい。やっぱこれね、やっぱ五十幡選手っていうのは盗塁だけじゃなくて、本当にもう、塁にいる、いればもうなんかもうね、あの足って本当に武器ですね。うん、もうほんま、周東選手もね、ソフトバンクにはいますけど、日本ハムのこの五十幡選手も、ほんま、足に関して言えば、本当にもう12球団トップですね。うん、周東選手と並ぶ位置だと思います。いやー、その足を感じましたね。うん、めちゃめちゃ良かった。で、その後、アリエル・マルティネスね。今日も絶好調。4安打っすからね、今日。4安打。そのね、マルティネスがヒットで繋いで。で、もう、タミヤさんよ、もう。みんなもう、これタミヤ言うわ、もう。すげえわ。日本ハムにタミヤ選手がいてくれてることがもう、マジで感謝っすよ、これ、皆さん。いや、すごい選手現れたわ、ほんと。もう、この選手が今年の僕はキーマンやと思ってます。はい。もうね、イチローですよ、今。令和のイチロー。うん。あんな、しかもキャッチャーやで。今のさ、ご時世、昔やったら城島さんとかね、阪神とかやったら矢野さんとかね、巨人やったら安倍晋之助さんとかね、中日やったら谷繁さんとかね、もうほんま、あげたらきりないけど、キャッチャーって、打てて守れるキャッチャーって昔いっぱいいたのよ。ヤクルトの古田さんとか。で、今は、もうキャッチャーも、もうみんなレベル高くなってきてて、もう守れたらいいっていう感じになるんですよ。打撃は打てなくてもいいっていう風に、ちょっと時代の流れでなってるんですけど、ここに来て打てるキャッチャーが出てきた。しかも日本ハムから出てきたっていうのが、めちゃめちゃ熱いじゃないですか。もう今日二塁打3本やからね。もうタミヤいいわ。しかもタイムリーでね、繋いで。で、その後今日6番に入った郡司選手が、ね、タイムリー、2点タイムリー打って、もうこれで4対0よ、もう。ね。もうこれでも、先発の伊藤大海投手も楽に投げられたと思います。で、6回、1安打無失点で。本人はね、今日は荒れ球があったけど、なんとか抑えられましたって言ってましたけど、フォアボール3つやったけども、なんて言っても1安打で抑えてますから。うん、もう、そんな、ね。また、伊藤大海選手はその自分が、あまり調子良くなくても、調整できるスキルを持ってる。さすがエースだなと思いましたね。で、その後、ね、ちょっとオリックスも、日本ハムも、日本ハムはダメ押し欲しかったし、オリックスはまた点をね、取って、追い詰めていきたかったんやけども、お互い1点が入らないところでですよ。その後、またタミヤ選手が、5点目のね、タイムリーを打って、5対0。これがちょっとダメ押しになったかな。で、その後、8回裏に、去年まで日本ハムにいました、吉田輝星選手。もうこれ夢の対決やったよね。やっぱりドラフト1位で入りましたし、で、オリックスでもね、今、中継ぎで頑張ってますから。ね。いや、その吉田輝星、選手とですね、万波選手の対決とかね、タミヤ選手の対決、アリエル・マルティネスとの対決見られて。ここでも、アリエルが、ね、4安打目となる2点タイムリーを打って、で、
ダメ押し、ま、ダメダメダメ押しをね、あの、タミヤ、あの、選手の、また2点タイムリー、ツーベース。で、9対0ですよ。で、まあ、打線の爆発も嬉しいんやけど、いや、その後よね、伊藤投手がさ、ね、6回終わった後、まあ、カード選手、ピンチ作りましたけど、まあ、ね、内野安打とか、あの芝生がね、打球緩むよな。だから、ちょっと、不運なね、当たりもあって、満塁になったけど、なんとかカード選手、抑えてくれて、防御率 0.00 やからね。素晴らしいわ。で、その後、マーフィー選手。この前の楽天戦でもいいピッチングしてたよね。いい球いってたわ、今日も。マーフィー選手が抑えて。で、その後、ロドリゲス選手もね、出ましたから。はい。まあ、これで、完封リレーですよ。やっぱり嬉しいね。なんか、ピッチャーもいいし、打線もいいし。今日はもう、日本ハムが、ほんまに、いいところ、前面に出てたな、という試合でした。うん。で、試合前のね、ハイタッチも、中島監督、オリックスの中島監督と新庄監督のハイタッチもいいじゃないですか。ね、いつもやった新庄さん、タッチで終わるんやけど、今日は中島さんとまた打ち合わせやってたんでしょうね。こうやってたよね。これで、うん。なんか、お互いこれで暗黙の了解でやってたね。あれいいよね。ハイタッチやっぱいいわ。うん。めちゃめちゃ盛り上がる、あれ。あれをね、やることによって、やっぱ審判の方もね、言われる立場やから。普段はね、なんであれセーフやねん、なんであれアウトやねんとかね、言われる立場の人が、ああやってちょっと、にこやかな笑顔がね、見られるのも、プロ野球ファンとして嬉しいよ。だから、試みは僕、試合関係なく、まあ、エンターテインメントとして、素晴らしいことやと思う。だから、これね、新庄監督続けてほしいですね。うん、やっぱり、ね、交流戦とかもね、いろんな人とまたやると思うんですけど、ただ岡田彰布監督やってくれるかな、阪神の。やってくれるかわからんけど、まあ、新庄さんの人柄やったら、元同じチームメイトやし、やってくれると思います。はい。いや、そのぐらい今日はね、いい試合でしたね。いや、もう、ほんまみんないいとこ出たんじゃないですか、今日は。みんな、加藤豪介選手も良かったよね。2安打打ってるよね、今日もね。だ打順が変わってんのがいいよね。いつもやったら1番郡司、2番松本っていうのが、今日は1番に加藤豪介。で、五十幡。僕はね、個人的に2番に五十幡選手交代できたら最高やなと思いますけどね。やっぱ塁に出て、あの足あったらもうピッチャー嫌やと思うねんな。もう、投げるのに集中できへんと思うねんな。そのぐらい五十幡選手の足は脅威やから。あと五十幡選手ね、今低め手出しちゃうから、低め手出さなくなって、見ることができたら。ほんだらストライクゾーンにどんどんボール来るから、それをね、転がしまくってね、もう内野安打狙いでもいいので、はい。もう、そこでもう、ボールさえ前に飛べばね、五十幡選手は、足があるから、もう相手にプレッシャーになりますから。だって日本ハムの立場から見てさ、ソフトバンクの周東選手と対決してるときさ、やっぱツーアウトランナーなしとかでもさ、なんか周東選手に転がされたらちょっと嫌やん。なんか、あれを五十幡選手はできる選手やからね。いや、あれは武器ですね。今日改めて思いました。この試合見て、五十幡選手いいなって。で、まあ、今日もソフトバンク、結果見たら勝ってましたわ。だから、順位はね、まだ、2位で、日本ハム。で、2.5 ゲーム差ですよ、首位のソフトバンクと。これね、ソフトバンクと日本ハムが、もうね、一騎打ちまた近々ありますからね。そこまでこの 2.5 で行ってもおもろいっすよね。うん。いや、でも、ソフトバンクに勝てるのは今、日本ハムしかいないと思ってますよ。多分さ、他のチームはソフトバンクに苦手意識あると思うんやけど、日本ハムは今年ソフトバンクと相性いいと思ってるから、僕。見てて。苦手意識ないと思ってるから。どっちかっていうと、楽天とか西武の方がなんか、日本ハムやりづらい感じすんねんな。下位のさ。でもさ、首位のオリックス、オリックス3位か。オリックス3位。で、首位のソフトバンクには、ほんで、まあ、この前まで2位やった千葉ロッテに、この3チームには、日本ハム今年強いから、このままの感じでいけば、僕は日本ハム優勝あると思ってます。
絶対優勝してくれると思ってます。はい。いや、もうこれはね、あの、ビッグボス新庄監督のね、まあ僕は喜ぶ顔が好きですし、まあ子供の時から新庄さんを見てね、僕はあの、プロ野球、そして野球が好きになったので、はい。もう今年は、ね、なんでお前、あの、サムネイル画像、阪神のユニフォーム着てんねんって思います。僕ね、ほんま阪神ファンなんです。阪神ファンやけど、あの、新庄さんを見てたら日本ハム応援したくなって。で、日本ハムの野球見てたら野球面白いなってまたなって。もう、めっちゃ阪神ファンやねんで、僕、生まれた時から。やのに、もうね、今年に関しては俺、日本ハムの方が見てる。ダゾーンで。毎日。これ前も言ったけどさ、もう毎日見てんねん。もう毎日日本ハムの結果気になるし、あの、ちょっと落ち着いたら、ダゾーンでいつも日本ハム見てるから。そのぐらい今年の趣味日本ハムになってんねんな。そうそう。だからまあもちろん阪神も応援してんねんけど、そう。まあでもな、あの、これが、あの、僕もお仕事頑張ろうと思えるから、日本ハムの野球見てたらね。はい。ということで、これからも YouTube で日本ハムのことを、話していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんのですね、今日の試合の感想や、皆さんが思うことなどね、もうじゃんじゃんコメント欄に書いていただきたいと思います。僕もあの、全部読みますから、はい、あの、全部コメント返しますんで、あの、よろしくお願いします。で、僕はあの、Twitter、Instagram も、あの、やってますんで、そちらもフォローよろしくお願いします。で、チャンネル登録もみんなよろしくね。ということで、今日も皆さん見ていただきまして、そして聞いていただきまして、ありがとうございました。今日もありがとうペイ。明日も日本ハム、加藤貴之投手です。皆さん、加藤選手、この前もね、めっちゃええピッチングやってくれましたから、明日も絶対やってくれます。はい。日本ハムの連勝、みんなで応援しましょう。ということで、皆さん今日もありがとうございました。おつとん。ありがとうございました。